視聴者の皆様、こんにちは。今回は冷蔵庫に入っていた賞味期限切れのチーズを食べたら夫に激怒された、と嘆く一致のお話です。それでは早速、ご覧ください。皆さん、聞いてください。私の夫って、本当にケチなんです。賞味期限が切れそうなチーズを食べたら、感謝されるどころがガチ切れされてしまいました。意味がわからないんですけど。賞味期限切れのチーズ？よく食べれたね。お腹大丈夫？旦那さんはきっと、イッチの体を心配して怒ってくれたんだよ。違います。そんなんじゃありません。なんというか、すごく食べ物に執着があるんです。私の夫。怒り方も俺の大事なチーズを、ですよ。腐りかけのチーズまで自分で食べようとしているんですよ。私の夫。ちょっと、尋常じゃないですよね。カウンセリング受けさせた方がいいですか？なんだか、いろいろ気になるね。イッチの旦那さん。前からそうなの？結婚してから徐々に食べ物に対してすごく執着するようになりました。本当に困っています。どうしたらいいですか？まずはいろいろ整理したいから、今までのことを話してよ。わかりました。私は38歳の専業主婦です。一軒家で夫と二人暮らししています。娘が一人いますが、去年、大学の寮に入りました。夫は5つ年上で、輸入食品を扱う会社に勤務中。近々独立を考えているようで、休みの日も書斎にこもってその準備に追われています。せっかく娘が独立して、子育てが一段落したのに、夫は忙しそうで寂しいです。犬でも飼おうかなって思ってます。娘38歳なんだ。じゃあ、イッチが20歳の時の子供？そうです。授かり婚です。短大の時のアルバイト先で夫と出会いました。在学中に妊娠がわかり、卒業と同時に結婚しました。それからは子育て家事のために専業主婦をしています。学生時代のアルバイト以来、働いていません。専業主婦も立派な仕事だよ。毎日の献立を考えるだけですごい。旦那さん、輸入食品の会社に勤めているし、美味しいものが食卓にたくさん並んでそう、いいな。確かに、毎日の献立を考えるのは大変でしたね。今は食事は夫担当ですけど、当時は献立を考えるのが苦手でした。あ、旦那さんが料理担当なんだ。子供が独立して夫婦二人きりになったらそういうのも楽しいだろうね。いいえ、もうかれこれ15年くらい、夫が料理担当です。え、そうなの？旦那さん、料理が好きなの？いいえ、別に好きではないようです。でも、私を一切キッチンに立たせてくれないんです。そうか、その時から夫はおかしかったのかも。今気がつきました。娘が3歳になった頃から、夫の食べ物に対する執着が出てきました。最初は食品系の仕事だから、こだわりが強いのかなって思ってましたが、私が食べるメニューにまで文句をつけてきたんです。まあ、私は料理は得意な方じゃないし、娘にだけ栄養あるものを食べさせればいいと思っていました。自分の食事なんて後回しで、お腹に溜まればいいって思うのはおかしいですか？世のお母さんなんてみんなそんなもんだよ。旦那さんってグルメなんだね。イッチの食事の管理までしてくるんだ。ちょっと窮屈だよね。そうなんです。本当に窮屈なんです。冷蔵庫にあるもの以外食べちゃダメ。自分で調理するのもダメってちょっと異常じゃないですか？それでも私も人間ですから、たまに夫の言いつけを守らないで、他のものを食べたりしました。その時はすごく怒るんです。それからは、夫は冷蔵庫の中に余計なものを入れない徹底ぶりです。これってモラハラかなって思っていろいろ調べたんですけど、でも当てはまらないんです。家での食事以外ではとても優しい人なので、外食の時は食べ放題に連れて行ってくれて、好きなだけ食べさせてくれます。あくまでも家での食事だけがうるさいんです。もう夫が何を考えているのかわからない。不思議な旦那さんだね。家での食事だけにうるさいんだ。食材の買い出しはどっちがしているの？夫です。買い出しにも関与させてもらえません。他の日用品の買い出しは私です。その中に食材が入っていると怒ります。私が自由に使えるお金は毎月5万円のお小遣い。その中から自分の好きなお菓子を買っても怒られません。昼間、冷蔵庫を開けると私のお昼とおやつと必要最低限の飲み物だけです。旦那さん、仕事しているのに、食材の買い出し毎日しているの？大変だね。でも一致のお小遣いの中では自由に何を食べても怒られないんでしょ？専業主婦に5万円はかなり恵まれていると思う。でも、その5万円も8割は私のおやつ代で消えてしまうんです。4万円もおやつ代に消えちゃうの？私すごく食いしん坊なので、それで話が戻るんですけど、
この前、冷蔵庫を開けたらカビたチーズが入っていたんです。すごくお腹が空いていたので、賞味期限が切れているし、大丈夫だよねって思ってちょっとかじったんです。そしたら、すごく美味しくて、止まらずに全部食べてしまったんです。でも賞味期限が切れてて、カビてたし、どうせ捨てちゃうものでしょ？それなのに、帰宅した夫にすごく怒られて、離婚って言葉が出てきたんです。ちょっと大げさすぎません。若干引いています、私。ねえ、まさかそのチーズって、ブルーチーズ？あ、はい、そうです。ブルーチーズだったみたいです。初めて食べましたが、意外と美味しいんですね。最初臭みがあったんですけど、近くにあった蜂蜜をかけたら美味しかったんです。夫にはこれは貴重なチーズでやっと入手できたんだぞ、蜂蜜もだ、って激切れされました。ブルーチーズって高いものは高いからね。でも旦那さんにも非があるような。食べられたくなければ隠せばいいのに。隠してありましたよ。リビングの冷蔵庫でなくて、夫の書斎にある小さい冷蔵庫に入っていたんです。そのことも怒られました。勝手に人の部屋に入って物色するなんてって、あまりにもうるさいから、言い返しましたよ。チーズぐらいまた買えばいいでしょって。でも、そのチーズって、海外から取り寄せたもので、数量限定なんですって。だから今年はもう手に入らないって言われました。そのチーズ、夫が今度上司の方を家に呼び、もてなすために購入したんです。夫が何やら書斎に持ち込んでいるので、聞いたらそう言われました。え？旦那さんが大事なチーズを買ったの知ってて食べたの？だって、気になったから。その上司の人、夫の独立を手伝ってくれるそうで、夫はすごく気合を入れていました。だから、妻として何か役に立てることはないかなって思って、書斎に夫がいない時に入ったんです。基本夫は書斎に入れてくれませんが、なんか気になったので。そしたら書斎の冷蔵庫にカビたチーズがあったから、こんなの大事なお客さんに出せないって思ったんです。最初はすぐに捨てようと思ったんですが、もったいないから一口食べたら激うまでした。それで全部食べてしまったんです。夫に後から聞いて、あれがブルーチーズだと知りました。何にせよ、そのチーズは旦那さんにとって大事なチーズでしょ？それを勝手に食べてしまうなんて。旦那さんがおかしいと思ってたけど、イッチの方がおかしいのかもしれないって思えてきた。イッチは専業主婦なのに料理をさせてもらえない。しかも食べるものも旦那さんに制限されていると。なんでそんな風になったの？きっかけは？先ほども話しましたが、娘が3歳になるまでは、私が料理も担当してました。買い出しも私がしてました。夫から毎月生活費を20万渡されて、食費、日用品、水道光熱費などをやりくりするのが私の仕事でした。住居費や携帯代は夫の口座から引き落とされているので、ノーカウントです。でも、半月で渡された生活費を使い切ってしまうんです。半月で生活費20万も使っちゃうの？はい、原因は明らかでした。食費の割合が高いんです。そこで、夫が料理担当することになり、食材調達も夫がするようになりました。でもそれがどんどんエスカレートして、私が食べるものを監視するようになりました。君は冷蔵庫にあるものや備蓄品をあればあるだけ食べてしまうから、制御が効かないから仕方ないって言われました。あればあるだけ食べちゃうの？はい、私ってすごく食いしん坊なんです。ブラックホールの胃袋を持っているんです。しかもどれだけ食べても太らないっていう得意体質を兼ね備えた逸材なんですよ。夫が日々の食事の準備を楽にするために、作り置きをしていても、昼間に全部食べてしまうんです。だってすごく美味しいから、食べることが大好きで、生きがいなんです。専業主婦なんで、家にいてもやることないし、食べることが唯一の楽しみなんです。じゃあ、パートに出たら？そしたら暇じゃなくなるよ。実は過去に2週間だけパートしました。ビルの清掃の仕事です。その職場、社員食堂がビュッフェ形式なんですけど、時間が許す限り食べ続けたんです。そしたら総務の人にすごく注意を受けてしまいました。私のせいで、後から社員食堂に来た社員の人たちの分がないって。一応、そこからは注意して食事をしていたんですが、あまり改善が見られなくて、使用期間の2週間でクビになりました。一致はすぐにお腹が空いちゃうの？別にそういうわけではないです。ただ、目の前に食べ物があると衝動が抑えられないんです。家族で行くバイキングは平気だったの？その時は、夫が私の分を持ってきてくれたのでそれを食べていました。娘が小さい時は、娘の世話をしながらだったので、あっという間に制限時間が来てしまいました。夫と二人で行くと、夫は30分くらいで帰ろうとするので、そこまで量は食べられませんでした。そっか、2
目の前から食べ物がない状態になればいいのか。そうですね。目の前に食べ物がなければ大丈夫なんです。夫が作り置きしたものは全部食べちゃうし、お菓子とかもあればあるだけ食べちゃいます。その度に夫に注意をされました。一応気をつけてはいるんですけどね。夫は作り置きも私が食べてしまうので、作り置きはしなくなりました。なので、冷蔵庫にはその日の分の食事だけになりました。まさか、一致が食い尽くし系旦那ならぬ、食い尽くし系妻だったとは。家計が崩壊するレベルでしょ？相当イカれてるな。娘さんにも悪影響を及ぼしそう。あ、娘には過去に2回怒られました。一度目は娘の小学校の運動会の時です。家族で食べるお弁当を前の夜中に食べてしまったんです。夫が前の日の夕方からお弁当を仕込んでいて、朝は詰めるだけの状態にするためにタッパーに入れていたんです。それを私が夜中の韓流ドラマ鑑賞のお供にしてしまったんです。娘の大好物とかが入っていたので、泣いて怒られました。結局、私のお小遣いからお弁当を買う羽目になってしまったんです。娘には1週間口を聞いてもらえませんでした。おもちゃを買って許してもらいましたけど。でも、夫も悪いんですよ。私はその時、夫から冷蔵庫のタッパーのものを自分で温めて食べることって言われていたんです。だから、お弁当のおかずをタッパーに入れた夫が悪いと思います。お弁当のおかずだから、明らかに違いがわかるでしょ。娘さんかわいそうに。二回目はどんな感じ？娘が買ったバレンタインのチョコを食べてしまったんです。冷蔵庫に入っていたので。うわ、それはちょっとエグい。でも、私の言い分も聞いてください。その時の我が家の冷蔵庫ルールは、自分のものには名前を書いておくだったんです。でもそのチョコレートには知らない男の子の名前は書いてあっただけで、私たちの名前は書いてありませんでした。だから娘のものでも夫のものでもないでしょ？だから私が食べてもいいってことですよね？なぜそうなる？名前書いてあるじゃん。その男の子にあげるために娘ちゃんが用意したんでしょ？あ、そういうことなんですね。我が家にいない人の名前だから誰が食べてもいいのかと思ってました。娘には今までにないくらいに怒られました。去年の話なんですけどね。夫にもすごく呆れられました。娘はその時には大学に合格していたんですけど、家から通うか寮に入るか迷っていました。でももうママと暮らしたくないって言って、寮に入ることを決めてしまいました。まだその時のことを根に持っているようで、たまにランチに誘っても、ママ、私が食べるのが遅いからって私の分も食べちゃうから嫌って断られます。いやー、娘ちゃんが一気に似なくてよかったよ。夫はその時のことがきっかけで、さらに厳しくなり、冷蔵庫を開けるようになりました。私が触っていい冷蔵庫はリビングの冷蔵庫だけ。夫は食べられたくないものは書斎の冷蔵庫に入れるようになりました。旦那さんも大変だね。制御の効かない妻を持つと。それで今回の事件は、勝手に書斎に入って、大事なブルーチーズを食べたと。悪質極まりない。私、そんなに悪いことしました？たかがチーズですよ。今ならちょっと大きいスーパーならいろんな種類がありますよね。まだ上司の人が家に来るまで日数あるんだし、また買えばいいじゃない。私のお小遣いから出していいからって言ったら、なんでそんなに上から目線なんだ、だったら全く同じものを買ってきてよ、って言われたので近所のカフェに来ています。たかがチーズくらいでそこまで怒らなくてもって思いません。たかがチーズかもしれないけど、今までの積み重ねなんだろうよ。旦那さんだけでなく、娘さんにも配慮が足りない。自分勝手すぎるよ。だって仕方がないじゃないですか。そこに食べ物があれば食べちゃいますよ。私だって、料理以外の家事は全部やっています。だから私にだって食べる権利があります。一致の食べ方に遠慮がないんだよ。一致が好きなように食べたら破産するよ。とりあえず、一致が食べたっていう貴重なチーズを探しなよ。そしたら旦那さん許してくれるんじゃない？まあ、そんな貴重なチーズは手に入らないと思うけど。チーズを買えばいいんですね。お安い御用です。チーズを買って、夫を黙らせます。それでギャフンって言わせてやります。じゃあ、今からブルーチーズを買いに行ってきます。また後で戻ってきますね。こうしてイッチはブルーチーズを買うためにこのスレを一旦去りました。果たしてあの貴重なブルーチーズを手に入れることができたのでしょうか。続きをどうぞ。皆さん、お久しぶりです。夫のブルーチーズを食べたイッチです。おかえりイッチ。ずいぶん遅かったね。やっぱり、日本には旦那さんが用意したブルーチーズなかったでしょ？海外から取り寄せた？結局、夫の望むブルーチーズは見つかりませんでした。
スーパーで適当にブルーチーズを買って帰ったら、また怒っちゃいました。もう私も我慢の限界で、逆切れしました。ブルーチーズぐらいでうるさい、出ていくからって言って家を出てやりました。それから今に至る3ヶ月間、夫と別居してます。そんな展開になっていたんだ。イッチは今どこにいるの？両親は遠くに住んでいるんですけど、厳しい考えの人たちなので、頼ることもできないし、別居していることも伝えていません。頼れるのは、年の離れた弟だけです。弟は28歳のバツイチで、一人暮らししています。弟に事情を話したら、飯を作ってくれて、生活費も入れてくれるならいいよってことで住まわせてもらってます。生活費を入れないといけないので、パートを始めました。でもその弟との生活がストレスだらけなんです。聞いてください。イッチでもストレス感じるんだ。いいよ、話してみ。弟が、何でもかんでも食べ尽くしてしまうんです。え？それって、私がせっかく作った料理を全部食べてしまうんです。お弁当用の作り置きも全部。私が自分のパート代で買ったお菓子もあっという間に食べてしまうんですよ。最低じゃないですか？怒ってもそんなん知るか。って、さらに怒るとうるさい。文句あるなら出ていけ早漏ですって。母に聞いたら、弟の離婚理由は何でもかんでも食べ尽くしてしまい、奥さんが切れたからだそうです。本当に人がせっかく計算して作ったものを食べるなんて最低ですよね。でも、この前、仕返しに弟が買ってきたプリンを食べたら尋常じゃないくらい怒られました。とても怖かったです。世の中にこんなに食い意地が張っている人がいるんですね。しかも身内に。恥ずかしすぎます。特大ブーメラン、全部イッチのことだから。旦那さんの気持ちがようやくわかった。全部イッチがしてきたことだよ。え？私ってそこまでひどくないですから、弟はもっとたちが悪いです。家事も一切しないんですもん。弟は月に5万しか入れないならやって当然。なんて言うんですよ。私はちゃんと料理以外の家事はしてました。一緒にしないでください。もうこんな生活嫌です。でも夫はまだ怒っているみたいで。旦那さんのいる家に帰ったら、めちゃくちゃ謝ったら許してもらえるかも。そう思って、実は昨日、自宅に戻ったんです。でも知らない人が住んでいました。夫に連絡したら、私がいなくなった家は、一人では広すぎるから、人に貸したって言うんです。しかも私の荷物は実家に送ったって、両親に別居のことがバレちゃいます。夫は先日会社を辞めて、独立に向けて本格始動したそうです。そんな大事なことを私に報告しないで、ひどい。旦那さんはもうイッチのいない人生を視野に入れて動き出しているんだね。夫は今はウィークリーマンションを借りて、独立準備をしているそうです。もう夫には私は必要ないってことですよね。だから、娘と暮らそうって思って連絡しました。でも娘は学生生活を満喫していて、私とは暮らしたくないって言われてしまいました。でも、娘の SNS を見ると、夫と二人でランチしているんです。私だけの獣。こんなのってない？専用主婦で家のことを守ってきたのに。イッチがしたことは、家の中の食材を食いつぶすことだけ。これを機にイッチも自立し一人で生きていけ。そんなの無理です。私の少ない給料では食費で消えてしまいます。皆さんよく、一人暮らしできますよね？霞でも食べているんですか？さっきからずっと両親からの着信が鳴りやみません。もうどうしたらいいのでしょう。両親に全てを話して楽になれ。弟も離婚したんだ。だから今さら驚くまい。それにしても兄弟して食い尽くし系とかどうなってんの？思い返せば、よく弟と食べ物を取り合っていたかもしれません。つまり、そういう風に育てた親に責任があるんですよね。なんか気が楽になってきました。もうここまで来たら、両親に責任取って面倒見てもらいます。38にして、親のすねをかじるんだ。情けない。旦那さん離れて正解。娘ちゃんもイッチと距離を取って正解。娘ちゃんがまっすぐに育ちますように、人の食べ物を横取りしない優しい子に。激しく同意。スレミンが再び呆れたのを最後に、このスレが更新されることはありませんでした。最近よく聞く食い尽くし夫。まさか報告者が食い尽くし系だとは思いませんでしたね。皆さんは今回の報告者についてどう思われましたか？ぜひコメント欄でご意見お願いします。